スクラブは、タワットポンオンブンシリと、トーポンチャンタブッパーの二人によるタイのポップバンド。タイでは、などのヒットにより知られている。日本では、テレビドラマシリーズ、トゥギャザー内にてその楽曲が使用されたことからよく、知られるようになった。シラパコーン大学に在学中、ナコーンパトム県出身のタワットポンオンブンシリと、先輩で、バンコク出身のトーポンチャンタブッパーによって、 結成された。大学では国際音楽サークルのメンバーとして活動した。ボールは4年生時にサークルの部長を務めている。ムアイがリードボーカルをボールがリズムパートを担当する。大学卒業後、自分たちで制作した楽曲をレコードショップで販売したり、ウェブサイトにて宣伝しつつ、タイの様々なレコード会社にデモを送った。 デモは、インディーズ専門 FM 局である、FAT ラジオのディレクターやトハナ・ブニオウムにも送られ、同局のラジオにて放送された。これをきっかけとして、大最大の音楽イベントである、ファットフェスに、無償で出演する機会を得る。その後、ブラックシープレコーズと契約し、2003年に、ファーストアルバム、SSS、SS をリリースした。2011年に、ベック、 テロミュージックと契約し、2019年に契約を更新しなかったことで契約期間満了となった。2008年の MTV ファストフォワードでのスクラブゲスト参加。ありがとうございます。